はいどうも皆さんこんばんは、ゆいです。龍が如く極み2、続きやっていきましょう。手間が来ているので出ましょう。桐生か。あ、唐本さんじゃ。どうした？何かあったのか。急に合流会とかいう連中がやってきて病室をめちゃくちゃに。あらまあ、かわいそうに。おい、何をしてきた？やべ。あ、町の連中が全員やられてるのか。合流会によって。恐ろしいやー。恐ろしいですね。どこに向かえばいいんだろう。まあ、桐生さんがね、合流会を全員やってくれるらしいんだ。また電話だ。次は誰だ？あ、スターダストか。次は、たった今、合流会のやつらが、うわ、どべべみたいな。大丈夫です。ここは俺らが対応しておきますから、桐生さんは他のやつらを。わかった、後で向かう。これだんだん味方が襲われてるところをどんどん向かっていく感じかな。あ、誰だてめえ。なんだてめえ。あ、田村さん。あ、どうした？突然いろんなところに合流会の奴らが攻めてきて、カムロ町で暴れているんです。そうか、バンタムのマスターからもさっき合流会が来たと電話があった。あ、早く行ってください。このままじゃ。あ、わかってる。任せろ。この桐生さんにお任せだ。行くぜ。まずはバンタムからか。はい、それではバンタムの目の前についているので、入っていきましょう。あ、いた。合流会やっとご到着かいな、桐生一馬。待ちくたびれモーターは、しモーターは。ほな、死んでもらおうか。3人か。3人で桐生さんをやれると思っているのか。どうした？その程度か。おい、一応石山さんさよなら。次は掴んで飛び出しないか。川本さんか。さよならだ。あとはお前だ。痛いな。痛い。何するんですか。ちょっと危ない。よし、さよなら。虎落とし強えな。虎落とし2回することによってもう敵がね、ポンスンかポンポンでやられちゃうんでね。ありがとう、助かったぜ。じゃあそれは俺が助けた側のセリフだ。助けられた側のセリフだ。なんとか桐生さんありがとうございます。桐生さんもお気をつけて。まあ、3人で攻め込むってくるなんて大したことねえな。じゃあ次行ってみましょう。はい、唐本委員に着きましたよ。さあ、入っていきましょう。レッツラゴー。唐本委員へ入りまーす。お邪魔します。おっと、ここも3人か。お、そっちから。お越しいただけられてありがたいこっちゃの。ちゅうことは覚悟はできとるんやろうな。おう。もちろんさ。直参か。関係ねえ。お、何ちゃんと持ってない。危ねえな。痛い。危ないよ。銃は私の方。痛い。ちょ。痛い。いらない。危ないね。さあどうする？来いや。虎落とし極み。おー、痛い。さあ殴ってこい。殴るんだ。なんだ。よいしょ。合流会さよなら、バイバイ。ケンジうまいな。ゆうやが心配だ。スターダストへ急ごう。大丈夫ですか、唐本さん。そんなに助かったよ。また辺りをうろちょろしている。緑まんじゅうゲット。こんなんあるんだね。うろちょろしてるとか言ってたけど、いるのか？合流会のメンツはどこだ？出てきてっていいんだぜ。誰だこれ。あんた、関東のヤクザだろ。いや、ヤクザじゃないから。一応、仇だからね、桐生さん。さて、スターダスト近いし入っていきましょう。青邪魔します。青邪魔します。ああ、結構やられ、あ、ゆうややばいよ。めっちゃやられてる。あ、フルボッコじゃん。何の関係もない人間に手出しやがって。お前らの狙いは俺だろう。その通り。あら。ここなら確実にあんたに会えると思うとったんや。ずいぶん手間かかったみたいやないか。郷田龍二。龍二。おお、えつらい。それでないとやりがいがないっちゅうもんや。よっしゃ、思う存分暴れたれ。龍二はかかってこねえのか。いいだろう。この桐生さんが相手になってやろう。郷田龍二も戦うんだ。おい、あいやからと中本と誰かわからんやつ。あ、大城って人か。痛いよ。おっと、その銃はいただきます。来いよ。おっと、危ない。いてて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 。銃で撃つぜ。さよなら。オッケー。痛い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 。ててて、カメラがカメラ。極み活動。だいぶ減ってる。痛いだろう、虎落とし。これ結構痛いんだよね。あ、なんか自分で食らいに来たぞ。よくわからんけど、自分で食らいに来たな。ザーコはこんなもんだ。あれ、キルさん意外に疲れてる。最初から1対1で来ないのね。卑怯だな。随分と卑怯な真似をするじゃないか。疲れてるというより傷か。なんだ？何の真似だ。今のあんたを倒しても本物の竜にはなれん。なるほど。それにあんたには他にやらなあかんことがあるやろ。なんだと。爆弾の処理。あ、知ってんだ。お前が人工派を使って仕掛けたんじゃねえのか。あれは人工犯勝手にやったことや。関係ない。わしもこの町、傷もんにされたら困んねえ。何を言ってるんだ。いずれカモロ町はわしの町になる。綺麗なまま引き渡してもらわんと価値が落ちてまう。龍二。全部ことを済ませたら。わしんとこへ来いや。逃げも隠れもせん。この町で一番高いところであんたを待つ。分かった。今度は一切の邪魔はなしや。差しの勝負や。刺しか。竜対竜だな。第15章、唯一の肉親。優也がやられてる。水か。どうだ、少しは落ち着いたか？交流会相手によく戦ったな。いや、俺も和樹さんもこの町がなけりゃ今の自分はなかったんです。だから神室町に攻め込んでくるやつは許せないんです。けど俺はやつら相手に何もできなかった。そんなことはない。体張って店を守ろうとしたじゃないか。桐生さん、お前たちは毎日一生懸命働いている。立派なもんさ。それが神室町の力になってるんだ。それに引き換え俺はこんな時にしか役に立たない男だ。一人で病院へ行けるか？はい。あれ、大悟じゃん。大悟、合流会の仕業か？ああ、だが兵隊は全部片付けた。じゃあ合田龍二はやったのか？いや、あいつとの決着だけが残ってしまった。そうか。爆弾の方はどうなった？30個は解除できた。早っ。今最後の一つを真島のおじきが解除してる。え？真島の兄さんが解除してんの？線がめっちゃあるな。切るか切らないか。赤や。はい。え、運ゲーじゃんこんなん。怖っ。次は青やな。はい。切って大丈夫これ。怖いな。まだ止まんない。なんや、腹の調子でも悪いんか？いや、故郷に残してきたおふくろのことを思い出してしまって。めっちゃ汗かいてるじゃん。なんでおかんと爆弾が関係あるんや？いや、おふくろ一人暮らしだから自分にもしものことがあったら。せやからこうして解除しとるんやろうが。でも親父、これでこの配線を解読できるんですか？アホか。俺がこないなごちゃごちゃしたもんわかるはずないやろが。せやけどやらにゃしゃあないからこうやって勘を働かしとるんやないか。怖いな。勘なんすか？なんやお前、俺のこと信用しとらんのか？いや、そんなことはないっす。それならはよやれんけい。はい。あ、親父、最後の2本です。最後の2本。めんどいや。どちらにしようかな。神様の言う通り。そんなんで決めんのかよ。決まった。赤や。親父、生きるか死ぬかの選択なんです。もうちょっと真面目にやりましょうよ。うっさいボケ、もう赤に決まったんや。それ貸せや。怖っ。え？爆発した今。さやまちゃんだ。嫌な夢ね。あ、夢か。夢を近い。よし。嘘。合田隆二のこと何？本当に真島の兄さんが爆弾の解除。ああ。それが最後の一個だ。そうか。とりあえず一旦、サイの河原に戻ろう。サイの河原に行けばいいのか。じゃあ行きましょうかね。お、サイの河原。着いたけど。あ、真島の兄さん。さっきの夢か。さすがだな、真島の兄さん。え？いや、今日はほんまに勘がさいとったわ。百発百中やで。な。はい。え。ありがとう。やめや。そないに感謝されるようなことしてへんわ。遊び半分ってとこや。さあ、飯でも食いに行こうが。仕事すると腹がすくの。はい。じゃあキリエちゃん、後のことは任せたで。ほな。勘で爆弾解除してる。キリエちゃん。龍二とかいうやつに負けたら承知せえへんで。俺との勝負も残っとるんやからな。ええ。どうしても合田隆二との決着をつけに行くのか。夜になったら狭山が戻ってくる。そうしたら一人で奴のところへ向かう。それまでの時間、久々に遥と街を楽しむさ。あ、遥とお出かけか。あ、夜になった。桐生、実はちょっと話しておきたいことがあるんだ。あとでセレナに来てくれるのか。準備ができたら連絡する。そうだな。それじゃあ後でな。はるかちゃんとデートというか、まあはるかちゃんのお願いをクリアすればいい。さあ行くぞはるかちゃん。レッツラゴー。あ、なんかサブストーリーがあるね。2つ。はるかちゃんがいないとできないときに、できないのかな？できない系サブストーリー。ここになんかあるんだよね。あ、なんか始まった。なんだ？ムービーだな。おい、どうした？屋上で男女が争ってるみたいですよ。男女が争ってる。おおお、パンチ見えそう。お前またやっちまったのか！そんな女なんかもうほっときゃいいんだよ。俺はお前の味方だぞ。バカなまねするんじゃねえぞ。何してんのこの二人。屋上に行けばいいの。なんでナイフ持ってんの。すいません、あの屋上で争ってる男は秋元をどうか助けてやってもらえないでしょうか。懲りない男。懲りない男だって。あんたは誰だ。私は秋元の元上司。それにあいつナイフを持ってるの下手なことができなくて、しかしあなたのような風貌の方ならきっと秋元を説得できると思います。営業一つ30年の私の目に狂いはありません。お願いします。お願いします。秋元は たまたま買ったくじで1等が当たってしまい、その金を全額ホストにつぎ込むようなおバカの野郎の。バカじゃん。おじさん。なるほどね。あのお姉さん大変なことになるかもしれない。説得してやるか。あいつはどうしても揉めてるんだ。それが私もよく分かってなくて。揉めてる相手が秋元のほれ込んでいるホステスだってことしか。それってどうやって。まあ上に行けばいいのか。これ選択肢間違えることによって敵が刺すという展開になるのかな。美月ちゃんもう終わりにしよう。秋元くん目を覚まして。おい。バカな真似をよせ。なんだお前は。俺たちは今大事な話をしているんだ。邪魔するな。とりあえずナイフを下ろせ。俺もその話に混ぜてくれ。何があったか訳を聞かせてくれ。こんな状況になったのも理由があるはずだろう。俺は全て美月ちゃんに捧げてきたんだ。でも俺たちの愛は実りはしないんだ。秋元くん、それは違うわ。じゃあ半年前にあげた500万のカバン、あれはどこへ行ったんだい。それは、こないだ質屋にそっくりなものがあったんだ。美月ちゃん、あのカバンはどこに行ったんだよ。それは私のお母さんが気に入ったから開けちゃったんだ。親孝行でいいじゃねえか。最近の若者になかなかいないぞ。それもそうだな。これやって説得すんのかよ。分かってくれた？いや、まだだ。俺が美月ちゃんに捧げたものはこんなもんじゃない。じゃあ5ヶ月前にあげた600万円の指輪、あれはどこ行ったんだい？それは買ってあげた時は毎日つけるよって言ってたのに、なんで今指にはめてないんだよ。それは金属アレルギーになったからつけられなくなっちゃったの。金属アレルギー？なるほどね。一番辛いのは彼女だ。一番辛い思いしてるのはそこの彼女だぞ。せっかくもらった指輪をつけられないなんて。そうなの？美月ちゃん。いや、これ、うまく丸め込まれてるような気がするな。いや、落ち着かないでしょ、まだ。4ヶ月前に買ってあげたあの車？日本でまだ数台しかない車なんだけど。それ別の人の車だと思う。え？秋元くん、黙っててごめんなさい。秋元くんに買ってもらった車、本当は事故で廃車になっちゃって。廃車？秋元くんとデートした日の帰りについ浮かれちゃってスピード出したら事故っちゃって、1000万もしたの。高っ。助かっただけでもいいんじゃないか。珍しい車かもしれないが犠牲になって守ってくれたと考えようぜ。珍しいだなんてもんじゃないだぞ。なるほど、頑張ったんだ。それを廃車だ。私は秋元くんに買ってもらった車のおかげでこうして生きていられるのよ。だから秋元くんは命の恩人なのよ。そんな風に思ってくれてるのか。いや、騙されてるって絶対。まだ確認したいことがある。新しいお店っていつになったらオープンする？ 3000 万も振り込んだ。もったいな。それは今のお店のオーナーからやめないでくれってお願いされてるの。マックスボンバーナンバーワンなんだ。独立したいって言ってたよね。独立するのも手続きとか、前驚かせたいんだろ。援助してもらってるんだ。準備が整ったらある日突然招待してお前を驚かせなかったと思うんだぜ。バレちゃったん残念。今裏で準備を進めているところだからもうちょっと待っててね、秋元くん。楽しみにしてるよ。もう戻ろうよ。最後に確認させてくれ。1年前に買ってあげた高級マンション、どうしてあそこに住んでないんだ？それは。まだローンだけでも1億残ってるの知ってるよね。どうなんだよ、美月ちゃん。広すぎて寂しいのかもしれないぞ。そんなわけない。美月ちゃんが広い方がいいって言ったんだ。そうなのか。それには訳があって。だってこの目でちゃんと確認したんだ。不動産屋で売りに出されているの。ダメじゃん。あ、やばい。おい、よせ。あ、説得失敗した、これ。私たちが死んじゃったら、このお腹にいる新しい命はどうなるの？新しい命？そうよ。この子のことよ。絶対ないだろう。なんだって？いつの間にそんなことに。もうどこまで言わせる気なの？いや、絶対だって、まだ僕たちキスもしたことがないじゃないか。じゃあやっぱりこのお腹にいるのは誰の子っていうの？知らねえよ。なんで今までそんな大切なことを黙ってたんだ？絶対嘘でしょこれ。秋元くんを驚かせようと思って。やっほー！今日からバカだー！おいとけ。なんで浮かれんのこれ。水木ちゃん。秋元くん行こう。あ、そういえば俺一生君に捧げるよ。うん。じゃあこれから同伴してお店でシャンパンパーティーね。そうだね。シャンパンパーティー。こいつら確か龍が如く3にも出てくるな、最初の方。あの人たち一体どこまで行くつもりなのかな。さあな。説得してくださり本当にありがとうございました。いやー、さすが私が見込んだお方だ。ささやかではありますが、俺にこちらを差し上げます。スパイグローブ。懲りない男、クリアしました。じゃあ次はね、ここかな？ピンク通りのとこ行ってみましょうか。このサブストーリーは何なんだろう。この人たちかな。あ、いた。おじさん。ねえねえ、切り裂きおばさんって知ってる？ナンバーワンホステスだけを狙う殺人鬼のこと。怖っ。お金も男も手に入れ放題だったみたいなんだけど、同じ店の、顔を切りつけた。ホステスの亡霊がね、切り裂きおばさんの正体なんだってさ。単なる都市伝説。あれこれ、お化け切り裂きおばさん。これは、あれかな、前、あったお化けのやつ。あ、こっち側にいる。ここか。切り裂きおばさん。出てくるかな。あ、女の姫助けて。え？おじさん？え、何してんのこの人。やめろ。どこ行くんだあいつ。大丈夫か？私切り裂きおばさんに殺される。ビダルっていうホステスをやっている亡霊ではないよな。しばらくここにいてやる。あ、なんかはるかちゃんが見つけてる。なんか来たぞ。キャバ嬢ばっかか。真っ青だ。助けていただいてありがとうございました。改めてお礼させていただきたいので、また後でお会いすることできます。はいはいはい。ゆかちゃん、さよなら。なんか匂うんだよね。事件の匂いがする。ビダルっていうお店に行ってみよう。名探偵、はるかちゃん。ここか。先ほどゆかのことありがとうございました。ゆかはどうしたんだ？今日は帰った方がいい。あ、出て行っちゃった。恨みを持った人物の犯行じゃないかと思うんです。克巳さんっていう人がいるんです。克巳さん？女の人？その彼氏ってスターダストでホストをやっているんです。名前はヒカルくんだったかな。あ、じゃあ、スターダストに行くのかな。常連客の克巳さんに、ホストのヒカルさんが重要人物だね。ヒカルってやつはスターダストで働いてるやつ。ゆうやに聞いてみるか。今回なんですけども、って人かな。違うか。桐生さん。どうしたんですか？あ、ちょっとな、ヒカルってやつはいるか。いますよ、ヒカル。ちょっといいか。はい、あ、惜しいね。ちょっと、もうちょっと半分こが黒だったら完璧だな。キルさんがお前にようだ。じゃあ俺はこれで、また何かあったら呼んでください。あ、仕事中にすまなかったな。くん。あんたがヒカルか。最近うまくいってる？それでわざわざ来たんですか？そんな喧嘩は日常茶飯事ですよ。あいつは心配性なんで、何かあるとすぐに別れ話を持ち出しちゃうんですよ。でも俺、ゆかを本気で愛してますから、今金貯めて、ゆかと結婚しようと思ってるんです。おー、いいやつじゃん。頑張ってね、ヒカルさん。応援してるよ。まあ、エンゼルフレンチになる前のヒカルさんだからね。電話だね。あ、ビダルのゆかちゃん。克巳という名前の男か。あと今どこにいる？寿薬局の前です。なんか怪しいんじゃない？ゆかさん。実はユカさんが敵だったりしたりする的な。じゃあスマイルバーガー寄っていこうかな。おじさん、マグロのさっぱりした風味が絶妙だったよ。はるかの信頼度が D になった。はるかのチョコレートゲット。ここに克巳がいる。あ、おばさん、あ、おっさんじゃん。え、桐生さん、桐生咲も何ですかあなたは。いきなり何を言ってるんです。初老の男。くん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 。あ、違うんだ。克巳さんはヒカルの私の彼氏のお父さんなんです。え、あ、そうなんだ。じゃあ桐咲間はてか女の人だったよね。電話だよ。ねえ、ん、私ね、犯人分かっちゃったかも。なんだと。ゆかちゃん、ゆかさん、あ、じゃねえ、なんだっけ、どっかにいた人じゃね。うん。多分なんだけど、桐咲間の正体はゆかさんが危ない。ほら、やっぱりなんだっけ、あいつだよ、なおさん。これを落としていった。なにこれ。この香りをずっと追ってきたんだ。なおさん。お、はるかちゃん、名推理。真実はいつも一つ。あなた本当になおなの。あんたに復讐したかったのよ。復讐。新人のあなたに売り上げも負けて、私の好きだった光も取られて。だから、その顔に傷をつけてやりたかったのよ。桐咲おばさんの階段が流行ってる今がチャンスだと思った。ごめんなさい。なお、全く恐ろしい女だ。幽霊なんかよっぽどな。立て、警察に行くぞ。あ、普通に連れてくのね。まさかこんなことになるなんて。お嬢さん、助けてくれてありがとうね。どういたしまして。桐生さんもありがとうございました。ささやかですが、これはお礼です。ああ、持てません。シンブレス。強そうだね。おじさん、私の言った通りだったでしょ、匂いがするって。そうだな、よく気づいたもんだ。私、将来探偵になろうかな。あ、名探偵になれるかもな。どこかに事件はないかな。さて、桐咲間クリアしましたね。じゃあ、今日は能力強化して終わりたいと思います。すべての能力を極めし者。武器攻撃力レベルアップ。極み。ほと、なんだっけこれ。あ、時投げね。あと、操術。青がだいぶ残ってるんだよね。はい、ということで、今回はここら辺で終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。